彩香です。今回ここに来ました、フィーフィックマネーガレリーに来たー。で、せっかくなのでちょっと行ってみようと思います。アルミ、わーすごい、え、どうも、え、かわいい、え、すごい、これ何、パラダイス、あー、かわいい、あ、あ、あ、黙ってないけど、あー、この具合が、じゃあ、いろいろミルクよね。例えば、これかわいい、これが一番好きかな、すごく私っぽい、ちょっと胸が大きくて猫っぽいですね。あ、これなんかちょっとデレデレしてる、きっとなんかサンバレンタインな感じですよね。え、かわいい、食べてるところもかわいい、一番かわいい、これちょっとにゃんって、え、おか、すげえ大きい、あ、おいしそう、食べ物もすごいね、この映画本物みたい。これ、これ、ツンツンしてる、あ、やっぱりかわいいね、女の子はツンツンしてるのかとかね、もう、あ、あ、やば、ちょっと、寝ちゃった、寝ちゃった、ユリの芯がかわいい、え、いいです、私、うん、少女愛とかユリがすごく好きなので、うん、これ、めっちゃいいです、うん、え、これ見て見て、え、同人誌もありますよ、すごい、これが見えますよね、かっこいい、かわいい、あ、これ見て見て、あ、かわいい、アリちゃんの7分の1のスケールが13,800円、高、でもクオリティが、クオリティ素晴らしいんですね、絵はすごい、わー、え、かわいい、かわいい、どこで見てもかわいい、え、なんかアイフェンです、マフィギュアもかわいい、そう、なんかショートヘアで結構もうちょっとかっこいいな感じは、アイちゃんはいいですね、かわいい、めっちゃ、あ、両方欲しいな、13,800円、ふふふふふ、ねえねえ、ちょっとセクシーなのコーラを見つけました、ちょっと見て、え、かわいいじゃない、あ、下着に見える、え、かわいい、白パン、あ、白パン好きなんで、ね、ほんと、あ、マジとか持ってるし、あ、いいね、あ、あとはこれ、でかー、でかー、でかーでかー、いいですね、やっぱり、あ、私もこういうみたいな写真も撮りたいのな、ちょっとアピールをアピールが足りないかなあ、いいね、このラインがあ、このパンツ、私も持ってます、いいことかどうかわかんないけどこの水着、水着買ったことないけどめっちゃ欲しい、猫みくつぎ、え、かわいい、ブルに行ったらおかしいかな、え、これ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 一番好き、ここは靴のコーナーです、見て見て、キャンバスも売ってますし、キーホルダーとかポストカード、すごい、え、でもちょっとこの見て、クオリティは素晴らしい、え、これは部屋に飾れたらすごく可愛くなるよね、欲しい、どれがいいんだろう、1月、2月、3月、全部ありますよね、あー、7月だったら私の誕生日、彼女、え、でも8月ちゃんも可愛いよね、8月感じるようにちょっとあげる、こっちはポストカードもあります、見て可愛い、可愛いよね、あ、めっちゃめっちゃ欲しい、でも送りたくないね、ポストカードなったら、かわいすぎる、あとはアクリルスタンド、あ、ねえ、あ、キーホルダーも気になりますよね、こういうこういう感じの、ちょっと、あ、めっちゃかわいい、いつでも一緒に彼女、あー、お持ち帰り、かわいい、キーホルダーもめっちゃかわいいですね、ちょっとグッズを買いたいと思います、かわいい、え、どれになるんだろう、え、どっち、え、楽しみ、おー、ちょっと振る見たいと思います、あー、一番好きなもの出たー、
女の子も最高すぎるよね、ほんと。かわいい、かわいいね。これはバッグに行きます。こちらに森子らえんさんにコメントを自由に書きますので、私もちょっと書きたいと思います。こちら、ぺちゃん。絵が苦手で、ちょっと可愛くちっちゃい筆なアイちゃんを描いてみました。せっかくなので、最後に筆なアイちゃんと一緒に写真を撮りたいと思います。ねー、よっしゃ、しな、3、2、1。あ、見て見て、これかわいい。いいね、いい思い出になります。ありがとうございます。今回ビリッシュワイナギャラリーを紹介してみました。これみたいな日本のポップカルチャーを紹介したらどうかな。ぜひコメントしてください。あとはいいねをしてチャンネル登録を待ってます。